第五章手代の西六は縁側にうろうろしておりましたが主人が奥へ入ると慌てて平次に挨拶しました狐のような感じの男ですおめえはお滝へ大層目をかけていたというじゃねえかとんでもない親分近所ですからちょいちょい口も聞きましたが西六はひどく慌てておりますところで 火事騒ぎのあったとき、はしご団をどんな順序で降れたか、それを聞きてえが、一番先は私で、次はたやさん、それから岩三郎さんで、その次は木月総長かしら。あとはよくわかりませんが、お二人の女の方は一番後だったようで、火事だと怒鳴ったのは誰だい以上のおかくでございますよ。そんなことが精一杯。 あとは何を聞いても一向に拉致が飽きません気月き宗は厄介そのものでした人間も人生観も言うこともことごとく角が取れて一向に捕まえどころがなく扇をパチパチさせながら剥げ上がった坊主頭ばかり叩いております木八条の合わせに黒尻面のとく医者とも総将とも太鼓持ちともつかぬ風格でええー、もう。 ーナコードと申しても本人のお滝さんがこの方向口に大の執身で同じご奉公するなら出雲屋さんのようなもののよく分かったしっかりした方のおそばの御用をしたいと申しましてな母親もそれはもう大乗り気で歯が浮きそうな言葉よくこうしゃべりまくる気づきそぼしょぼです昨夜は。 岩三郎の次にはしごを降りたに間違いなくついた傷は背中でなくて「えさ人殺しの疑いだけは受けずに済むわけで」<laughs> などと抜け抜けしたことを言いますあとは四重女の下女のお格。これは裏に積んであった藁に火がついてぼっと燃え上がったのでびっくりしたというだけのこと下男の次六は昨夜は使いに出て あの騒ぎの時はうちにおらずあとは臨時に雇った人たちばかりで問題の外に置かれます親分帰ってきましたよ八五郎は庭から声をかけました誰が帰ってきたんだ縁側の平次はそれに答えますおいの新騎士ですよ稲あの満七親分も調べようはなかったんでしょうそれそこへ見ると薄暗くなった門の中へ とぼとぼと入ってきたのは十六というにしてはこれも子供子供した少年庭の植え込みの影に立って明かりのない二階をじっと見上げているのです第二編第一章おめえは何を見ているんだ平次はそっと後ろへ回ると新吉の肩をポンと叩きました手のひらへの感触は物心つく前の女の子のような 痩せた弱々しい感じでした新吉は振り返ってじっと銭形平治の顔を見つめております目鼻立ちの整った理髪らしい少年ですが病後のせいか青白く痩せて瞳の中に不屈の負け血魂の燃えると見たのは今昇りかけたいざよいの月が映ったせいだったのかもわかりません 仁和の親分に連れて行かれたと聞いたがいいやんべに許されて帰ってきたのか平治の調子はどこまでも穏やかで許されて帰ったことを心から喜んでいそうですお前さんは新吉の目には一瞬疑惑らしいものが動きましたがやがてそれは持ち前の自尊心に変わってゆく様子です明神下の平次だよあ,あ銭形の親分さん 疲れているだろうが少し話してみねえか。おめえに聞きてえことがたくさんあるんだわ。安心するがいい。おら、いきなりおめえを縛るようなことはしねえから。みのはの親分は、いきなり殴っておいて、証拠はみんな上がっているんだ。白状しろですって。そんな乱暴なことってあるもんですか。さあいつは気の毒だったな。岩三郎が殺されたとき、ににいたのはおめえたった一人だし、つい疑いたくなるだろうよ。でもおめえは の束を切るのに合口の古いのを持っていたというじゃねえかその上左手に木月宗将の脇差しを抜いて人なんか殺せるわけはねえ宮本武蔵あるねえし新吉はふと誘われたようににっこりしました平治の調子がひどく親しさたしたを感じさせた様子ですともかく裏の田んぼへでも出てみようか平治は先に立って冬田のままの 田んぼ道を自子へともなく歩き始めました。まだ名物の桜のつぼみも固く、道の枯れ草に朝緑もよみがえらず、うるんだような酔い付きが二人の影坊主を長く借りたの中へ引いております。新吉は黙って平時の後から向こう島の土手へ、そして夜の水を眺めながら黙って して下手ののへついて行くのでした。おめえは帰ったことを一応はみんなに教えてくるとよかったね。とある掛けじゃや花には早い雨ざらしの縁台にかけて平次はこんな世間並みなことを考えているのでしょう。いいえ私が帰らなくったって誰も案じてくれてなんかありゃしませんよ。 縁台の向こうの端にかけた新吉之の声はつい尖ります。吉図の陰で顔は半分見えず、あの燃える瞳も隠れておりますが、気迫の激しさを平次は近々と感じるのでした。そんなことはね、おめえのことを暗じているものが一人は確かにあったはずだよ。あのそれは誰でしょう、親分さん。この手紙を見るがいい。この字に。 お平次は海中から「新吉さんを助けてくれ」と書いたつたない女文字の手紙を出してみせました新吉は心せく様子でそれを広げると体を曲げるように月光に透かして読んでおりましたが「お滝さんだおたきさんだ」おたきさんだ。ふいに疲れたもののように立ち上がりましたが何を思い出したか 縁台の上に崩れて深々とうなだれたまましくしくと泣きだしてしまったのですそれは長い長い沈黙でしたざっと四半時余り新吉の涙の収まるのを辛抱強く待っている平次もとうとうしびれを切らして「さあおめえは助かったんだ女の子のように泣いてる時じゃある肩え」うん。そっと 波打つように揺れている肩へ手をかけたのです。でも、あっちは本当のことを言うと、おじさんを殺そうとしたんです。とうとう新吉は白状してしまいました。そら嘘じゃあるねえな、新吉。平二はもう一度引き寄せるように少年の肩へ手を置きました。嘘なんか癒しません。私はあの 馬鹿げた祝言の前におじさんを殺す気で道具箱の中から合口を持ち出しましたするとするとするとどうしたあの火事騒ぎでした火事騒ぎがなければ私はおじさんの部屋に忍んで行ってひと思いに刺し殺した上私も隅田川に飛び込んで死んでしまうつもりでした合口を持って私は梯子段を登ろうとしましたと待ってくれ新吉 その時はし段の下に人が隠れていたはずだがいええ、誰もいなかったはずです誰も平治の予想は外れた様子ですがおそらくおじ岩太郎を殺そうとした少年新吉の目にはもう一人の癖者がいたところでそれは気がつかなかったことでしょう平治はそう考えるほかはなかったのです第二章平治は この少年の心の中に潜むものを全部さらけ出さしてやる気になりましたおじ殺しは大罪だがおめえはそれを知らねえわけじゃあるねよく知っております張り付けか獄門かいずれにしてもない命ですでもそれを覚悟の上でおめはそんな大それたことをしようと思ったのかあれは本当のおじでしょうか親分何何を言うんだ 少年の思わぬ言葉に平次は聞き耳を立てました。あれは私の親父の兄だと思っておりました。でも本当の兄なんかじゃありません。出雲の国の親父の在所から出てきた時は乞食のような男だったとみんな言っておりました。が今ではもうそんな遠い昔のことを知っているものもなく本当の叔父のように振る舞っておりますがそれはいつのことだ今から十年も前。 私はまだつつか7つの時でした。風呂覚覚ええに、私私も覚えております。私の親父が嫌な顔をするのもかまわずこじきのような男がやってきていつの間にやら私のうちで一番威張る人になってしまいましたそれがあの叔父の岩太郎なんです子供心に私は親父が時々あの人にひどく脅かされているのを見ておりました 親父が死んでしまった今となっては親分さんに申し上げても構わないでしょうが何でも私の父親は故郷の出雲で若毛の過ちで人を殺め江戸へ逃げてきて名前まで変え同じ国から出た出雲屋に婿入りし10年ばかりのうちにすっかり親書を増やして江戸の鎌倉町で押しも押されもせぬのれんに仕上げたのだということでした。 そこへ出雲の国から訪ねてきた赤の他人の岩太郎が父親の旧額を並べ立てて兄のような顔をしてあがままいっぱいに振る舞ったことは子供心の私にもよくわかっておりました。平次は黙って先を促しました。事件は思いのほかに深さと根強さを持っていそうです。しばらく経つと叔父は自分の弟だという 岩三郎まで故郷から呼び寄せ2人で出雲屋の新章を書き回しましたが古い番頭もみんな追い出され親類たちも寄りつかなくなってうちのわがままを抑えても亡くなってしまいましたそれから5年目私の父親は得体の知れない病気で亡くなり私の母もその年のうちに続いて亡くなってしまいました怪しい死にように違いありませんが 私はまだ十一や十二でどうしようもなく世間付き合いのよい叔父は誰にも怪しまれずにそのまま出雲屋の主人に収まりあの新生をぬくぬくと自分のものにしてしまいました表向きの言い分は兄から新生を預かったので甥いの新吉が二十歳になれば身代を増やして渡すという触れ込みですが今から三年か四年たったところで素直に渡してくれそうもありません 私はこの通りの病心で何もかも諦めております。うっかり心生に未練のある顔でもしたら二十歳になる前に私の命も得体の知れない病気で断たれることでしょう。私はもう心生に未練もなく何べんか家出をしようと覚悟しましたが父の代から残っているたった一人の奉公人のおかくが影になり日なたになり 私をかばってくれて私の短気を慰めてくれましたそれに近頃はおじのあの乱行ですお峰というかけがあるのにお滝までおめえはそのお滝と何か約束でもしたのかこいつは大事なことなのだが平次は重ねて問いました月の光を半分受けた少年の顔がよめにも血潮がにおったようですがそれは平治の 気の迷いだったかもわかりません。一緒に死のうと約束しました。無分別だな。その折がないうちに、おたきはこの寮に引き取られて、昨夜のようなことになってしまったんです。新吉は深々と首をうなだれるのです。そいつはよした方がよかろう。和敬門が思い。詰めるのは最もだが死んじまった。深夜取る。8月かに。 お滝の方は万に一つも間違えのねえようにしばらく俺が預かろういいか無分別なことをしちゃならねえよ分かったかそれからおじであろうと何であろうと人を殺める気になるのもよさなきゃいけねえ親分さん大丈夫もう二度とそんな気は起こしゃしませんそう聞きゃ俺も安心する間違っても変な気を起こすんじゃねえぜ 新吉は二つ三つ身を入れてうなずくのでした。